足しか勝たん。はい、では早速メイクをしていきたいと思います。ピエン、押ししか勝たん。はい、今日は押しに好かれるメイクをしていくから、肌が白いイメージがあるので、この以前使ったピリットモイストコントロールカラー紫色の下地を使っていきます。ほら、もうちょっと白い。はい、そしたら次にファンデーションを塗っていきます。ファンデーションはケイトのザ・ベースゼロを使っていきます。人気だよね、ケイトとかの。これ使ってる子よく見るもん。はい、ファンデーションが塗り終わりました。ピン。はい、そしたら次にいつも使っているコンシーラーを塗っていきます。クマとあとちょっと赤みがあるところに塗っていきます。はい、コンシーラーも塗り終わったら、次にキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー使っていきます。これはね、めっちゃ使ってる子多いと思う。キャンメイクこうなってるやつ、もうほとんど使ってる。これはパウダーで最後にはたいていきます。マット肌に仕上げたい子とか、仕上げたい時にめっちゃいいと思う。結構粉って感じになっちゃうけど、マットにしたい子はすごいおすすめですね。はい、パウダーも終わったよ。そしたら次にお目目にやっていきます。エチュードハウスのプレイカラーアイズピーチファームを使っていきます。この色を使っていきます。ここの二重幅ちゃんにつけていく。で、下にもちょっとだけやってあげるんだけど、下はこの色を使っていきます。やってあげます。ちょっとね、でもうちょっとピンク感が欲しいから、このミシャのアイシャドウを使って上にちょっと足していきます。こんな感じかな。そしたら次にアイラインを引いていきます。アイラインは絶対に垂れ目に引きます。もう垂れ目しか勝たんから。垂れ目しか勝たん。あ、驚かしちゃってごめんなさい。これは録音機能です。今垂れ目になるようにアイラインを引いて折ります。垂れ目垂れ目垂れ目。はい、アイラインが引けたので、目の上のまつげの際も埋めていきます。ちょっとグロいかも。ここに塗っていく。なんかさ、こうやってる時ってさ、だいたいすごい顔してない？ほら、ちょっとはっきりしてる。はい、そしたら次に目尻のここを埋めていきます。使うのは同じやつです。ここに引いていく。もうね、垂れ目よ、マジで垂れ目よ。ピエン。この引いたところをこのリンメルを使ってぼかしていきます。描いたところをぼかしながら影をつけて垂れ目にしていく。いい感じ。そしたら二重の延長線、このシャドウで二重の延長線も描いていきます。ここにこんな感じ。もう目に大きくない？でもこっからめっちゃ変わるから。涙袋をやっていきます。ケイトのアイシャドウです。ブラウンシェードアイズ N っていうやつを使っていきます。白色を使って引いていきます。ほら、全然強くない？そしたら今これやったから、その上にこれも重ねていきます。これを重ねるとなんか立体感ちょっと出る。ちょっとこっちの方がね、ゴールドっぽいから。こんな感じ。ピエン。影を描いていきます。スザンヌのアイブロウを使っていきます。ちょっとね、この笑いながら、思いっきり笑うんじゃなくて、ちょっとなんか笑いながら描くの。そしたらね、めっちゃぼかす。ちょっとこれも使った。はい、めちゃぷっくり涙袋ができました。じゃあそしたら次にまつげをやっていきます。まつげをもう上げます。目尻側はこっちはやらないで、もうここの上だけやるって感じ。下まつげもやっていきます。下まつげも上げれたので、今日買ってきたんですよ、新しいマスカラを。ダイソーにあるユアグラムボリュームラッシュマスカラ、黒色のやつを買ってきました。緊張する。え、すごい、予想以上に上がるんだけど。え、こんなに上がる？ポイントはここの下まつげもちゃんとマスカラつけて下げてあげることがポイントだと思う。目にラメを乗せてなかったので、クリオの G の10番、これすごい人気な色なんだけど、全体じゃなくて目の上で、あと涙袋の真ん中にもちょっとだけつけてあげたく。眉毛をやっていきます。今日は
のパウダーで仕上げようと思います。マスカラと一緒に買ったんだけど、アイブロウパウダーのこのユアグラム買いました。びっくりしたのがピンク色があったの、見てほしいんだけど。絶対使えると思って買いました。ピンク髪の時にねアイシャドウを使ってたんだけど、これは使えると思って、これのここの色を使っていきます。コスパがいいよね、本当に。コスパしか勝たんの、ほんと。もうまるまるしか勝たんってたまって言っちゃう。だからみんなジンくんしか勝たんって言って。そしたら眉マスカラを、違う、眉マスカラか、合ってるよね。髪の色にからついちゃった。ここに洗えば取れるよね、多分大丈夫。はい、次はノデシャドウ入れていきます。ケイトのデザイニングアイブロウを使っていきます。入れていきます。やっぱ似てる、さっきのと。両方使いやすいけど、こっちの方がね筆がまん丸って感じだから、ノーズシャドウに合ってると思う。ちょっと濃すぎた、今回でいいか。で、鼻の輪郭もつけてあげます。口角にもつけて、ちょっと上がってるように見せます。チークを塗っていきます。チークは美生理製のリップ&チーククリーム、PK7 番、こんな色、これピンクっぽい色かな。こんな感じ、クリームチークみたいな。で、ここに、本当に思うんだけど、こうやって服装もだけど、少しでも可愛く見せようとして会いに来てくれる女の子たちもんで、そうやってねしてくれる行動がもう可愛いから、もうそれだけで可愛いから、もうそれだけで尊い。チークはこんな感じです。ハイライト入れてきます。セザンヌのパールグローハイライト使っていきます。ラメがすごいよ、つけたらわかる、つけた瞬間からわかる、わかる、ほら、このシーゾーンと、あとここの鼻の横と、あと眉と、でここにもやっとく。眉毛の下に光らせて、唇の上と鼻のてっぺん。リップはイブサンローランのリップを塗っていきます。こんな色のやつです。これだけでも結構潤うんだけど、その上にディオールのリップマキシマイザーを塗っていきます。これ塗るとね、すごい潤うっていうか、めっちゃ綺麗になる。なんか目物足りないと思ったら、カラコン入れてなかった。カラコン入れようと思うんだけど、家にあったのを使います。唯一家にあったカラコン使うねって言っても、めっちゃナチュラルのしかなくって、アーキュービーディフェインだっけ。はい、カラコン入れてきます。待って、カラコン入れんのめっちゃ久しぶりかも。いや、そんなことないか。でも久しぶりじゃない。あ、入った、みなぎる。どう？待って、わかんなくない？めっちゃナチュラルだったんだけど。え、でもちょっと大きくなってる。そう、ちなみに視力は僕 2.0 なので、度なしっていうのね、ほんとカラコン普段全く入れなくって、長時間つけてられないの。入れてたことあるの 3、4回。でもその時ももう1時間もつけられなくて、もう無理ってなって途中で取ってみたいな。あ、いったー。待って待って、目大きい、目大きい、え、すっごい目、え、漏れ、も漏れてない。使ったのがこれ、ドバンデーアーキュービュー 14.2 って書いてあった。はい、カラコンも色終わったよ。絶対なんか足りないじゃん。アイシャドウとチークもちょっと濃いめにしたんだけど、いい感じになってきたかも。どう？ジンくんしか勝たん。なんか自分で言うのもおかしいな。アイラインと二重の線描き直す、ダブルライン、いい感じじゃない？チークとアイシャドウもちょっと重ねました、ピンク色を。こんな感じです。それでは着替えていきたいと思います。3、2、1。え、誰推しですか？ジンくん。え、私もジンくん好きです。どうたんか、涙袋にちょっとピンク感出したかったから、ジェルアイライナーピンクベージュを使ってちょっと涙袋にも引きました。ピエン、
やっぱりこうやってメイクしてみると、女の子ってすごい可愛くなろうと努力してるんだなって、すごいなって思いました。尊い。はい、今回は推しに少しでも可愛く見られるようなメイクをしてみました。よかったら皆さんも真似してみてください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンも押してください。推ししか勝たん。